アイガットリズム変装曲は、ジョージ・ガーシュウィンが1933年から1934年にかけて作曲したピアノと還元楽のための変装曲。我がアニアイラへ検定されている。ガーシュウィンは近くなった、レオレーズマン・オーケストラとの演奏旅行に向けて、ラプソディングルーやピアノ競争曲へ蝶に変わる新作を作曲した。作品の土台には、 ミュージカル、ガール・クレイジーから彼のヒット曲である、アイ・ガット・リズムの旋律が取られた。曲の大半は、パームビーチでの3週間の休暇中に作曲され、ニューヨークへ戻った後の1934年1月6日に完成された。初演は1934年1月14日、ボストンのシンフォニーホールにおいて、チャールズ・プレビンの指揮によって行われた。 曲は4音からなる単純な5音音階を繰り返しつつ上昇するクラリネットに開始し、これが原曲の旋律を導く。ピアノが簡単にクラリネットへの応答を行ってから還元楽が入ってくる。ピアノと還元楽が歌の主題を提示し、主々の変装が続く。様式的には、バルツ、無調、セリエル音楽風、東洋風、ジャズ、 西部の工程を入れ替えた変装が置かれて、堂々と主題が再現された後、フィナーレとなる。2013年9月22日、音楽学的な送付のクリティカルエディションが刊行されると報じられた。ガーシュウィンの遺族がアメリカ議会図書館並びに、ミシガン大学と共同で作曲者の真の意図を再現した楽譜を人々が手に取れるものにしようと作業を行っている。 このクリティカルエディションは原点版のオーケストレーションを復刻するものとなるはずであるが歴史的録音に文脈を与えるべくウィリアム・シェーンフェルドが後に還元楽編曲をやり直した版も収録されるのかどうかは判明していないガーシュウィンプロジェクト全体は30年から40年を要するものとなる可能性がありアイガットリズム編奏曲の送付の観光時期は明らかになっていない 一方、ドイツの出版社である B の音社が、送付の原稿をもとに、ガーシュウィン自身のオーケストレーションによる新しい版を出版している。ありがとうございます。